ございます。おはようございます。なんかもう全然顔起きとると思ってたんやけど、あんま起きてないね。ひさぽんおはよう。ごちさんもおはようございます。なべちゃんもおはようございます。がくやもおはようございます。やばい、あの私すごいドライアイでやばいのよ。もうめっちゃドライアイやわ今。すごいドライアイ。プリリさん、そう今日はまあなんか別に可愛くしようと思ったわけじゃないんですけど、なんかこういうの着てますね。ちょっとわかりにくいけど感じ着てます。今日はね、あの朝配信なんで、もう夜は配信ないんですけど、というかなんだろう、今日の配信はこれになりますけど、明日はね多分夜できるかなって感じ。マイポンおはよう。ケジロさん、あやちゃんおはよう。レナちゃん、ガワさん、ヨッシーさんもおはようございます。確かにピクニックに行きそうかもしんないね。ピクニック行きそうな予約ですね。ツナさんもおはようございます。伊沢くんもおはよう。元気さんもハートありがとうございます。今日はね、今日の会場すごいよね。ええとか言っちゃう。埼玉スーパーアリーナで合ってるかな。埼玉スーパーアリーナでしょ。本当になんかピクニックに行く人みたい。こうやってリュックに荷物詰めて、すごい大きな試合です。グラさんおはよう。おはようございます。あ、ウユちゃんもおはよう。すごいよね、あのすごい大きいステージですよね。ステージっていうのかな、ステージというかもう試合がなんていうのかな、すごい大きいですよね。なんかすごい思い出します。とか言ってもあの前回のこと、なんか本当新鮮だったよなと思って、なんか体育館で披露するってさ、初披露体育館だ、体育館って言い方おかしいな、まあ体育館みたいな場所だったじゃないですか。なんかそういう、そう代表戦だからすごいよね。緊張する。猫さんハートありがとうございます。そう昨日の横浜アリーナもやっぱすごいあのド緊張でしたけど、まあ今日のも普通に緊張しますよね。みほちゃんもおはようございます。みさきちゃん、ひなパパもおはようございます。おはよう。なんか今日さ、ちょっとこうやって喋りよったらなんか今日めっちゃめっちゃ朝起きた時にめっちゃ寒くて、ってなりました。なんかまあエアコン、そのクーラーつけとったんもあるけど、めっちゃ寒くて、本当になんか寒い、もう寒い季節になったのかなって思っちゃった。ただエアコンつけすぎというか、そのなんて言ったらいいんだろう、効きすぎてただけだと思うんですけど、なんかもう夏終わったんだって感じがした。でもなんか結構さ、私的にはもう結構夏終わりつつあるなって思うんですけど。新ぽちさんもおはよう。おはよう。グラさん、今日はね5時20分に起きたんやけど、そんな早く起きる必要なかった。もうダメ、私すっごい早く計算してしまうんよ、そのなんか起きる時間を。なんかそのギリ、割とギリギリめに計算して、そのそんぐらいに起きた方が、準備って逆にさ、なんか焦ってバタバタバタって早く終わらせれたりするから、なんかそんな、なんかな、そんなすんごい早い時間に起きなくてもいいのに、
やっちまうのよ。ダメ、絶対やっちゃう、うん、もうそうなっちゃう。しゅんとくん、おはちわわ、おはちわわです。そうなんですよ。もうなんかね、結構ギリギリに起きてギリギリにパッて準備してほな行こかって なれる人が羨ましい。うん、いいなって思う。そう、つなさん、自分は早めに起きて二度寝しちゃう。え、私もね、あるよ全然。なんかどういう時になるかな。そうそうそう、なんか早く起きすぎて、そのなんかまだ寝れるやんって思うぐらいに起きちゃうんですよ。でもう一回寝たら終わり、もう一回寝たら終わりです。私、アラームがあったらマジで起きれるんですけど、そうやって二度寝とかしちゃうと終わりですね。うん、とってもとっても終わりです。パプキンさんもおはようございます。なんかこうやって朝っぱらからこう喋ってるとなんか変な感じしますね。変な感じ、変な感じしますけど、今日もドキドキな一日やな。未来ちゃん、あ、起きれた、よかった、おはよう、おはようございます。ゆのじさんもハートありがとうございます。みんな全然余裕で起きれました。全然余裕で起きれましたか。コーンさんもおはよう、おはようございます。パープルさんもおはや、おはにゃちわ、おはにゃちわ、頑張ります。朝パーラか夜パーラの配信になりますって言ったんですけど、朝パーラの配信になりました。はーい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。全然6時44分に起きたで、全然の使い方合ってるんそれ全然起きましたよって。うん、まあそうやな、間に合ってたらよしやと思う。私も、もう間に合ってたらええのよ。そう、間に合ってたらええんですよ、うん、そう。あやちゃん、今まぶたが落ちそうなのと戦って頑張って。いや、そりゃそうだよね。なんかさ、私はさ、喋りよりけん大丈夫やけど、みんな見よるだけやけん寝るよね。あの、私のお母さんも失礼なことに結構配信見ながら寝たりする。お父さんは結構起き取ってくれるけど、お姉ちゃんはもうまず見ませんまず、あ、そうそうそう、でもなんか、あの、何やったっけ、何やったっけ、あの、自分で言うのもないやったんやけどさ、あの、面白かった配信あるじゃないですか結構ドカンって受けてたやつあるじゃないですか、何やったっけ。いや違う、受けてたの自分だけやわ。あの、アンパンマンの話ね、アンパンマンの話してた配信、なんかあの配信の時に清原家、まあ、清原家って常にちょっと LINE してるんですけど、あの、配信始める前に配信始まるでーって LINE 送ったんですよ。お母さんは寝てそうやなって思ったんやけど、まあ、清原家に LINE 送ってですぐ、まあ、始めたんですけど、そしたら意外にもお姉ちゃんが見てたらしくって、なんか暇やったん、暇やけん見ようかなみたいな、後で見たら来とったんやけどそれ、レアチーズちゃんの話、レアチーズちゃんの話で、でなんかそれを見とったらしいんよ、お姉ちゃんが。で、配信終わってからなんか LINE が来とって、でなんか赤、あ、そうそうそう、え、ごめんなさい、私赤ちゃん、オーリオにも言われたんやけど、赤ちゃんパンマンって誰だよって言われました。赤ちゃんマンですね、すいません、好きとか言っときながら間違えちゃったんですけど、そう、お姉ちゃんになんか、誰やねん赤ちゃんパンマンって、赤ちゃんマンやぞって言われて、で、え、でも、そしたらそれただの赤ちゃんやん、パンじゃないやんって言ったら、え、赤ちゃんパンマンなんかなって言い出して、向こうも。でも調べたら赤ちゃんマンでしたね。ただの赤ちゃんって言ったらパンではない、もう赤ちゃんですね。うん、たっちゃん、じゃあくん、おはようございます。しゅんくんもおはようございます。そうで、なんかわさびの話で締めるなって来てましたそう、わさび、あの、お姉ちゃんの鼻の中にわさびを入れたっていう話で終わっちゃったんで、ちょっとなんかすいませんねって感じでも本当なんだよ。なんでだったっけな、なんかもうさやちゃんが、お姉ちゃんが、まあ本当に大きいんけん、本当に大きいんけん、
なんかその時に結構何年か前の話なんですけど、なんかもう全然おきんけんわさび入れてみていいって言ったら、あ全然いいよみたいな感じだったの。あというかなんかね、もうおきんかったらマジでわさび鼻の穴に入れるけみたいに言っとって、でなんかノリやったんやけど、本当にこれちょっとやってみるかってなってやってみたら、もう本当に起きなかったですね。もう見事に起きん。もうなんかあのわさびちゃんとあれですよ、なんて言ったんやかな、こうちっちゃいスプーンでこうやって詰めていたんじゃなくって、チューブをブチューってこうやった感じだったと思う。よくやったよね、そんなこと。その後どうしたんだろうちゃんと拭いたかな、わかんないですけど、なんか本当に固まったかと思った。でも本当にあのやっちまったんですよ。あのなんか周りに、皆さんの周りにもう本当に全然起きない人がいたらやってみてくださいもう本当に全然起きない人がいたらね、起きなかったら大丈夫じゃん、言ってしまえば。ちゃんとその後にしっかり除去すれば大丈夫じゃないですかだからあとなんて言ってたかな、あでもあの面白いいただきました、あのお姉ちゃんから、やっぱあんたの配信はおもろいわみたいな、リオンの配信はおもろいって、やっぱおもろいってじゃあ見ろよって感じなんですけど、なかなか見てくれないですね。なんか珍しいと思ってその時見とったの、うん、いつも見んのよ、本当に全然見んけんさ、全然見んけんさ、うん、あの私が家で配信しよる時もなんかスマホ見よるけん何見ようやろって思ったら、基本的にまあ通販見てるか、まあ、ツイッターとか見てるかなんで。そうニーナリンゴさん、おはようございます、ありがとうございます。そうおもろいがもう一番嬉しいよ、おもろいがやっぱ一番嬉しいって言っといた、うん、やっぱねおもろいが一番嬉しいわって言っておきましたよ、はい。まあでもあれなんですよね。こう、何？お姉ちゃんもめっちゃ面白いんですよ。まあなんか全然種類が違う。なんかうちのお姉ちゃんがもうなんか、あ、てかじゃあこれ教えとくね。あ、ケンさんハートありがとうございます。私のお姉ちゃんがお寺の方のじいちゃんにめっちゃ似とって、あ、顔がじゃないよ。中身ね。で、私が、もう片方の方のじいちゃんにめっちゃ似てます。なんか本当に、なんかがっぽり持ってきちゃったなって感じ、遺伝子を。こう、なんかがっぽり持ってきちゃった、結構かなりの倍率で。うん。結構思い切り持ってきちゃいましたね。そうだな。で、そうだな。私は多分どっちかというとお父さんに似てますね。お父さんとお母さんでだったら。うん。顔はね、さすがに似てないかな、別に。似てないというか、なんて言ったらいいんだろう。そんな、そっくりってわけではないですけど。お姉ちゃんと、その、お寺のじいちゃんが、もう本当に天然で、なんかもはやあれは天然なのか何なのかってぐらいのレベルで。で、私ともう片方のおじいちゃんは、もうすっすごい、頑固ですね。うん。もうめっちゃ頑固です。すっごい頑固。うん。ケーキさん、お姉ちゃんね、今日はさすが見てないね。もう今日見てたらもうお小遣いあげるよ。そんな一緒に朝早く起きてさ。多分ね、今日ね、そんな朝早く起きなきゃいけない用事はなかったはずなので。お姉ちゃん、おじいちゃん本当に天然なんですよ。エピソードいっぱいあるんですけど、何が、あったかな。でも本当に天然、なんかあんなに天然な人見たことないってぐらい心配になるぐらい。そうで、もう片方のおじいちゃんはもう本当に頑固で、なんか曲がったことが嫌いな人で、なんかすごい似てるって言われる、うん、そっちのじいちゃんに中身がね、うん。だからじいちゃんとじいちゃんが結構正反対ですね。のほほんってしてる方とテキパキしてる方とで、結構なんかでもなんか比較的そんな感じ、うん。こうお寺の方のじいちゃんばあちゃんはどっちも結構おっとりしとって、でもう片方のじいちゃんばあちゃんは結構なんかバリバリな感じ、
バリバリバキバキバリバリ動きますって感じ、うん、だから面白いよ、どっちも大好きなんですけど全然なんかタイプが違うなって感じします。そう、おじいちゃん天然押せるんだね。そうなんだ。まあ確かに可愛いよね、おじいちゃんが天然って可愛いなって思いますけどね、はい、あ、15分経過したよ。そうだ、もうそろそろ終わらなきゃなんですよ、ごめんなさい短くって。でもね、明日はゆっくり配信できると思うのでまた明日で許しください。あ、ケンジロー松山からいいね、おはよう。まあもう終わるんですが42日目だ、ありがとうございます。じゃあ皆さん今日ね、まあ、もし来てくださる方いらっしゃったら一緒に応援しましょう。はい、今日もよろしくお願いします。みんないってらっしゃい、頑張るんだぞ。じゃあ終わります。ありがとうございました。バイバーイ。